チェルシー0、1、2、1、1ポルト CL 準々決勝セカンドレグ、UEFA チャンピオンズリーグ、CL 準々決勝セカンドレグ、チェルシー対ポルト、現地時間13日に行われた。ホームのチェルシー、0、1の敗戦を喫したものの、2戦、合計に1で準決勝、出を果たした。今シーズンのチェルシーはダゾーンで、つでもどこでも簡単視聴。 一ヶ月無料を試しみ、中、チェルシーはアウェーでのファーストレグを2、0で正優位に立って臨んだホームでのセカンドレグだった。後半 AT に、メフディタレミのバイシュクルシュ、とで失点。0、1の敗戦を喫したが、2戦、合計に1でチ、ルシーが準決勝に駒を進めた。チェルシーは戦を喫したものの、 米国代表 FW クリスティアン、プリシッチが得意のドリブルで目立ってい、ドリブルで、ポルト陣内を切り裂き、受けたフ、ル数も多かった。それがわかるのが、ご飯会、早々の46分、プリシッチは、右サイドでボールを受け、スピードに乗ったドリブルで仕掛ける。二人を、わしたところで、ポルト MF、セルジオ・オリベーがたまらず、足をかけてしまいファール。オリ、イラは、 イエローカードを受けた。ほぼトップ、ピードの状態でテクニックを活かし相手をサる。非常に難しいボールコントロールで、るが、糸も簡単にやってのける。データイフセコードによると、プリシッチの採点は7.02と伸びず、コン、ロールミスが5回、さらに守備への貢献度が少なかったのが採点が伸びなかった理由かもしない。 ゴールやアシストという分かりやすいカナドがあれば、マン・オブ・ザ・マッチ、マムの得もあっただろう。それでも、攻撃面でのデーは、プリシッチの凄さを示している。プリシのシュート数は両チーム合わせても、最多の3。決定期演出のキーパスは2本、得意とするドリル成功数は4回でいずれも、最多となっている。して、プリシッチが受けた。 ファール数は11回との日の最多。やはりプリシッチのドリブルはいい。ボールを持たせるとファールなしではなかなかめられないようだ。近年の米国代表は逸材の蔵として知られ、将来有望な若手が次々と欧州渡っている。ユベントス MF、ウェストン・マッケやバイエルン・ミュンヘンディ F、クリス・リッチズ、ドルトムント MF、 ジョバンニ・レーナなど、レントが揃う。その中でもプリシッチは同国票最年少デビューを飾り、最年少で A 代表の主を務めた、超一財。まだ22歳と若いが、すでに米国票を敬遠する男である。今後のプリシッチの役にも目が離せない。両。<music>